2年半ぶりのコンサートに向けたリハーサル。木々の緑に包まれた音楽堂に澄んだ音色が響きます。南丹市日吉町ごまの里に建てられたかやぶき音楽堂で1989年に始まったかやぶきコンサートは毎年初夏と秋に開かれ、多くの人が一期一会の演奏に耳を傾けます。長年ピアノデュオとして夫妻でコンサートを開いてきた和子ザイラーさん。5年前に夫エルンストさんが亡くなってからは親しい音楽仲間たちと演奏会を続けてきましたが、その矢先コロナ禍の影響でコンサートが開けなくなってしまいました。だんだんこう新しいお客様も増えて、室内楽っていうそのシリーズがとってもこう乗り出した時にコロナでできなくなっちゃったので、本当に悲しい気持ちでいっぱいだったんですけれど、まあ小さな形ですけれどもまたコンサートをこう始められたらいいなという気持ちで始めました。2年半ぶりの開催となる今回のかやぶきコンサート。共演するのは和子さんの長女でバイオリニストの清ザイラーさんです。現在はスイスを拠点に活動する清さん、出産やコロナ禍でなかなか帰国することができず、ふるさと京都に帰ってきたのは3年半ぶりです。これリビちゃんのおじいちゃん、おじいちゃん、リビちゃんの。この頃はオンラインでお話はできるんですけれども、やっぱり一緒にこういうふうに演奏できるってことは本当に嬉しいです。まあ家族だけじゃなくて人間みんなそうなんだけれど、ここで集うっていうことがそれが素晴らしいことだと思って、音楽を通してみんなで輪が広がるっていうのが素晴らしいことだと思ってずっと続けてきたんですけど、また再会できるっていうのはこれからそうこれからも後戻りなしに良くなっていく方向に進んでくれればいいなと思います。急な帰国でリハーサルがほとんどできない今回、演奏曲は家族でよく弾いた曲を中心に選ばれましたが、プログラムの中に2人が初めて演奏する曲があります。ウクライナの作曲家シルベストロフの曲です。シルベストロフはいっぱい綺麗な曲を書いた作曲家で、日本では今ロシアとウクライナの戦争がなかったらきっと誰も知らなかったような作曲家で、ちょっとでもコンサートのお金をウクライナの方の条件に寄付できたらいいかなと思って曲を選んで入れました。コンサート当日、限定120席の会場はこの日を待ちわびた人たちで埋まりました。今日は本当にコロナ禍ということでおもてなしも何もなくて、おにぎりもお出しできずお酒もお出しできずちょっと変わった形の一期一会なんですけれども、またこの先、前のように皆さんとご一緒することができれば嬉しく思います。Thank you.
およそ1時間のコンサートが温かい拍手に包まれて幕を閉じました。素晴らしかった、良かったし、自分の耳がずっとこの生音聞けなかったんで、今日はもう耳がものすごくこう喜んでます。この自然と一緒にあのカエルの声とか鳥のさえずりとかを聞きながら、あのピアノとバイオリンをすごく楽しめました。また来たいと思います。もうすごい素敵でした。やっぱりあのお母様とお嬢様でああやってデュオするのって、彼女もお母様オペラ歌手なんですけれども、よかったね、ああやって親子でできるのって本当素敵だなと思いました。やっぱりあの観客と一緒に音楽を分かち合えるというのは本当に大切なことだと思います。一人で弾いててももちろん楽しいといえば楽しいですけれど、みんなで聞く人もいて弾く人もいるのが音楽だと思うので、うん、まあ、いろんな、ね、あの世界の情勢も日本の情勢もコロナも私たちにはどうしようもないこともたくさんあるけれど、まあ、ここでまたこう和気あいあいとあの皆さんが音楽として楽しんでいただけるようになったらいいなと思って、本当に皆さんたくさん来てくださって嬉しかったです。同じ場所で同じ時間を楽しむ、そんな当たり前のひとときをとても幸せに感じるかやぶきコンサートでした。